なんか久しぶりだな。あ、どうしました、どうしました、どうしました、タイミングが合わなかった雪。安西千佳さん、和歌山翔さん、久野美咲さん、こんにちは。あの日午後9時に降ることができず、予報より遅れて降ることになった劇団雪のメンバーです。え、ちょっと待って。言い訳をさせていただきますと、千里と滝名の尊い会話に自分たちが雪であることも忘れて釘付けになってしまっていたのです。待って、ちょっと待って。ですが、そのおかげでやるな、やったぜのグータッチという最高の瞬間を見届けることができて、劇団一同感激しております。追伸、この手紙を読んでいただけているということは、我々劇団はもうすでに溶けて消えてしまっていることでしょう。そう、命とは儚いものなのです。千里には今まで以上に美香や瑞希、くるみやリコリコに来てくれたみんな、そして滝名、関わってきた全ての人々との時間を大切にしてほしいです。あ、こちらはですね、待って、どうしました、どうしました、どうしました、ついて、ちょっとちょっと置いてけぼり、ちょっとどういうことですか。こちらはですね、リコリコラジオのあれですね、風物詩と言いますか、はいはい、このラジオにはですね、はい、様々ななりすましの方がいらっしゃる、はい、ご来店いただいて、一回くるみが食べたせんべいからも来ました。本当に。そう、来ました。はあ、私が小学校育ててたゴーヤからも来ました。マジで思った。なるほど。もう本当そうなんですよ。それあの時の雪さんってことですか。あの時の雪の気持ちで、あのシーンマジエモかったっていうのを伝えてきたっていうことですね。マジそれ素敵。